先生もすぐに気づかないなんて、今回も完璧みたいです。木を隠すには森の中というように、釣り人の中に溶け込むには釣りをするのが自然ですから。ずっと頭に乗ろうとするのはちょっと困りますが、こういうの慣れてますから。ちょうど釣り道具があったからここにしましたが、潜伏するにはぴったりな場所ですね。見晴らしもいいですし、周辺を監視するのにも最適。風が涼しいから暑くもなくて、日よけの麦わら帽子もありますし、そして、今日は、先生も、そばにいますから。